日本の戦後史に鮮烈な印象を刻んだ総理大臣がいる。その未公開の肉声が残されていた。金がかかってたんでね、何にもねしないでね、その民主政治はできるんだと思ったら間違いないんですよ。何でも嫌なんだよ、政治というものは。何でも嫌だよ。元内閣総理大臣田中角栄。ちょうど40年前の7月、戦後最大の疑獄、ロッキード事件で田中は逮捕された。民間航空機の導入をめぐり、田中は5億円の賄賂を受け取ったとされた。総理大臣の経験者が総理在職中の行為について刑事責任を問われるのは我が国では初めてのことです。戦後ただ一人、高等教育を受けることなく総理大臣に上り詰めた田中角栄。そのカリスマ性を再評価する声が高まっている。やります、明確にやります、待ったなしにやります。しかし、自らの汚点となったロッキード事件について生涯ほとんど語らなかった。裁判は長引きそうですか。田中は潔白を主張したまま裁判の途中で死去。事件の核心を知ると見られていた関係者も捜査や裁判の途中で次々と死亡した。事件に巨大な闇が残された。社会に衝撃を与えた事件を徹底検証、未来への教訓を探るシリーズ未解決事件。第5弾では戦後史に刻まれたロッキード事件の謎に迫る。民間航空機トライスターの導入をめぐり、商社丸紅を通じ田中に5億円が渡ったとされた事件。全日空にも2億円が渡り、一部が他の政治家に流れたとされた。しかしそれだけではなかった。21億もの金の行方が未解明に終わっていた。なぜ巨大な闇が残されたのか。当時捜査に当たった東京地検特捜部の600点を超す極秘資料の存在が明らかになった。特捜の鬼と呼ばれた主任検事吉永雄介が密かに保管していたものだ。当初特捜部は田中とは別の人物を徹底的にマークしていた。21億円が渡ったと見られた昭和の怪物児玉義雄、そしてロッキード社製の軍用機をめぐる疑惑。知られざる捜査の内幕を検察の極秘資料や関係者の証言をもとにドラマで描いていく。金を使ってトライスターの件を早くまとめたい。総理というのは田中角栄です。ロッキード社からお金をもらったことがありますか。不覚です。事件から40年、田中角栄逮捕という熱狂の陰に埋もれた歴史の闇に迫る。あの事件は日本にはびこる闇のほんの端っこに過ぎない。ただあれ以上は触れられない。
1976年、事件は突然アメリカから飛び込んできた。ロッキード吉尾小玉。おい、おい、立て、おい、起きろ、おい、立て、おい、起きろ。どうしました？ロッキードがエアバスの購入で小玉吉尾に工作資金を渡してたって。企業の不正を追及していたアメリカの議会、ロッキード社が航空機売り込みのため世界各国で巨額の賄賂をばらまいていたことが明らかになった。日本の政府高官に金が流れたという証言も飛び出した。ロッキード社が日本への航空機売り込みにあった右翼の大物と言われた小玉義雄氏を秘密代理人として21億円を支払うと不正工作。戦後日本の黒幕として数々の疑獄に名前が挙がりながら検察の手をすり抜けてきた男、誰も逮捕できないアンタッチャブルな存在。吉田さん、吉田さん、吉田さん、現状どこまで把握されてるんですか？水面下で捜査を始めた検察。狙いの中心はロッキード社の秘密代理人として名前が挙がった小玉義雄。アメリカで明らかにされた民間機トライスターの売り込みをめぐる金の流れは3つ。戦後日本の黒幕と呼ばれた小玉義雄に21億円、さらに代理店だった商社丸紅、実際にトライスターを購入した全日空、これらのルートを通じ日本の政界の中枢に金が渡ったと見られた。もしもし、松田ですが。吉永だが、今やってる事件はいつ終わるんだ？1週間はかかりそうです。夕方までには戻ってきてくれ。はあ、失礼します。ああ、水野君、小玉に関する資料を重点的に調べてくれ。とにかく手に入る資料を片っ端から集めてほしい。わかりました。すいません、ちょっとお話を伺えないでしょうか？すいません、お願いします。小玉は旅行中でして、自分たちも連絡が取れずに困ってるんですよ。本当だよ、本当だよ。旅行ってどこですか？伊豆とか。全部のことだろ。ロッキード社が明らかにした領収書、ピーナッツを100個受領したという謎の文言とともに広志伊藤とサインされていた。ピーナッツの他にピーシーズと書かれた領収書もあった。今は何も言えません。事態が把握できるまで待ってください。本当にサインしたのですか？公聴会の新しいテレックスが来ました。
アメリカに飛んで実地調査した方がいいですね。知っての通りアメリカから降ってきた事件で我々も何の情報もない。何をどうするかは自分たちで考えろ。自己裁量に任せる。だが検察が動いてることは悟られないように、国会への影響も考えられるからな。それから検事同士の情報交換は絶対にするな。いいな。はい、はい、以上。吉永は外部に漏れないよう情報を全て自分一人に集約した。とてつもないことになりそうですね。うちでやるしかないだろう。ええ、国家がこれ以上腐っていくのを検察が見逃すわけにいかん。政治家の汚職や大型脱税事件を主に扱う東京地検特捜部。ロッキード事件は報道が先行し、検察の一挙手一投足に社会の目が集まる中での異例の捜査となった。この時はまだ誰も事件の闇の深さに気づいていなかった。ロッキード事件に関して何か動きがあれば。検察はどこまで把握してるんです？今回は特捜部がやりますよね。8年間も沈黙したままじゃないですか。これはやはり日本政治の名誉のためにあくまでも真相を明らかにしてですね。総理大臣の三木武夫がロッキード事件の全容解明を力強く宣言した。クリーン三木の面目役所ってとこか。こんなこと言っちゃって大丈夫なんだろうか。前総理大臣の田中角栄が金脈問題で退陣した後、クリーンなイメージを背負って政権の座に就いた三木。しかし田中派の勢力は依然強大で、三木の政権基盤は安定しなかった。田中政権下で起きたロッキード事件の追及は三木にとって国民の支持を集める絶好の機会だった。そうした中、新たな名前がアメリカからもたらされた。Well, I think the fact that Mr. Kadama arranged introduction to me to Mr. Osano, I... 国際工業グループの創業者である小佐野健二。政界に太いパイプを持つ政商として知られ、田中角栄の若い頃からのスポンサーだった。文系の友か。まずは児玉だ。児玉の居場所まだ分かんないのか。伊豆って話ですが、どうしてもつかんでません。検察は？検察もまだのようです。ここに来るのがっつりしてんだよ。お待たせ、始めろ。今のところ金の流れで分かってんのは3つ。丸紅ルート、全日空ルート、それから児玉ルート。ここから政府高官に賄賂が渡ったと思われるが、一番額が大きいのが児玉ルート。児玉はロッキード社に60年代初めから雇われていたようだが、59年の第一次 FX から何かしらの関係があったぞ。第一次 FX？ 防衛庁が戦闘機を買うときに別の会社に決まりかけていたのをロッキード製の F104 が逆転して決定したことがあって、その裏で児玉が暗躍していたって話だ。児玉芳雄が秘密代理人を務めていたロッキード社。ベトナム戦争のあと赤字経営に転落したロッキード社は、民間機トライスターと潜水艦を探知する対潜哨戒機 P3C に生き残りをかけていた。もともと日本は対潜哨戒機の国産化を目指していた。しかし
最終的にアメリカから P3C を導入することを決めた。トライスターや P3C の売り込みに児玉が関わっていたのではないか、そうささやかれていた。 P3C もロッキード製の軍用機だろう。トライスターが決定したのと同じ時期に国産化の話があったにもかかわらず白紙に戻され、代わりに P3C 導入が内定した。もし本船が P3C だとしたら軍事関係だし規模も桁違いだ。大原さん、防衛庁の久保事務次官の会見で田中角栄の名前が出ました。田中が総理大臣だった時、対潜哨戒機の国産化計画が白紙となった。その決定に田中らが関わっていたという発言。しかし発言はすぐに取り消された。 P3C に対する疑惑がさらに深まった。失礼します。どうぞ。こんな遅い時間にすみません。先ほど防衛庁の久保さんが会見を開き、昼間の発言を撤回しました。それをお伝えしたくて。そんなの明日でいいだろう。うちでもトライスターではなく P3C が本線じゃないかと踏んでいます。でもチャーチ委員会でも触れられず、撤回も誰かの圧力にしか思えません。吉永さんの見立てはどうなんです？もういいだろう。おい、ビール。はい。脱税や贈収賄は被害者が国家や国民だっておっしゃってましたよね。放っておくと民主主義の崩壊につながるって。児玉、角栄、長野、これだけ名前が次々と出てきてもまだ沈黙を続けるんですか？8年前の事件以来特捜は何もしてないじゃないですか。元首相だろうが誰だろうが、令状が出れば逮捕してくるのが俺たち検察だ。の松田はアメリカで開示された領収書から児玉の金の流れを探っていた。公表された資料によると、1972年11月にロッキード社が児玉に5回にわたって合計4億2500万支払っています。そのことを裏付ける領収書も5枚サイン入りでありますが、この年の児玉の申告所得は4322万9380万円。児玉は脱税でいけそうだな。時効まで1ヶ月か。松田君、君に児玉の取り調べをやってもらうつもりだ。わかりました。児玉ルートが突破口だ。他に任せられる奴はいない。時効まで時間はないが、国税庁と協力してうまくやってくれ。はい。失礼します。児玉が自宅にいたそうです。今主治医が児玉邸に入ってます。ではご説明いたします。児玉様の病状は執権等式視野狭窄、床の間の線香がくすぶり、病室の壁に大西中将の顔が浮き出る、そんな幻覚を覚えると訴えています。下もよく回らず脳血栓の恐れもあります。小児科門はどうなんですか？関門はもとより臨床尋問も不可能です。本当に病気なのか。わかりません。どうなんですかね。これで証人喚問はパスってことだな。政治家のよくやる手だ。証人喚問のため丸紅の幹部がアメリカから呼び戻された。
上部がマークしていた児玉義雄はやはり姿を見せなかった。上司に従って証人喚問は異例の高視聴率を叩き出し関心の高さを裏付けた。しかし期待とは裏腹に皆一様に疑惑を否定した。武蔵野検事官、記憶がありませんか。今記憶はございません。記憶はありません。ちょっと記憶はないんでございますけど、記憶はありません。ここでは記憶はございません。記憶をしておりません。全く私は記憶ありません。はっきり記憶にございません。そのような事実は、一切存じておりません。全く私は存じておりません。全然存じておりません。アメリカの資料も断片に過ぎない。圧倒的に何かが足りない。吉永君。あ、おはようございます。私も来年定年だっていうのに、えらい事件が起きたもんだ。最後に布施さんにご報告できるといいのですが。君に今回の捜査を全て任せる。私が責任を取るから思う存分やってくれ。はい。これは重大な事件であります。検察に寄せる国民の期待が大きいことを鑑みると、検察の威信をかけて真剣に取り組むべき事案であると考えます。吉永はアメリカで公表された領収書や証言を照合しながら、トライスターや P3C の疑惑について証拠を固めようとしていた。しかし資料は一部に過ぎず、しかも肝心の政府高官名が記されたものはなかった。外為法違反、贈収賄、所得税法や政治資金規正法違反のいずれかの可能性があります。特に児玉に関しては脱税と外為でいけるかもしれません。そのためには公開されている領収書が全て本物であることを証明しなければなりません。しかし金の流れが判然としないため、国税庁も査察に踏み切れない状況です。基本的にはアメリカの関係者から事情聴取が必要になるかと。失礼します。法務省でそのあたりのことを調べているので、堀田参事官から説明させます。正式な司法共助の要請を出す必要がありますが、アメリカが持っている資料の入手には十分可能性があります。本当にそんなことができるのか。先例はありませんが。自分の国で非公開にしているものを簡単に外国に渡すはずがないじゃないか。やってみなければ分かりません。それとアメリカで日本の検事が直接ロッキードの関係者を調べることも可能です。その状況で任意の調べなんかに応じるとは思えん。アメリカの司法省が協力に応じてくれる可能性があります。内々で知り合いにも打診しています。アメリカには応じる義務は。いえ、そうはなっていません。しかし実際は特別な事情がない限り司法省は応じています。本当にやれるのか。他に手がない以上やってみる価値はあると思います。だけど失敗は絶対に許されない。現場の捜査は慎重にならざるを得ないぞ。この事件の捜査が大変なことは誰もがよく分かっている。しかしもしここでうまくいかない可能性があるという理由で検察が立ち上がらなかったら、今後20年間検察は国民から信頼されないだろう。神谷君の言う通りだ。責任は全て私が取る。思う存分捜査をやってほしい。児玉の脱税のうち72年分の時効が3月13日に迫っています。あと4週間しかありません。早急に国税庁と協議した上で強制捜査の日程を決めたいと思います。もう後戻りはできない。
求める声が日増しに高まる中、三木は政府高官名を明らかにすると繰り返し約束した。徹底的に事態を究明しなければならない緊急課題であります。村田さん、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。8年前の事件以来ですね。そんなになるか。ええ、今回のことで検察は未だ長い沈黙とか書かれてますよ。あれ以来政界に手を出せてないからな。時はいろいろありましたからね。はい、わかりました、すぐ伺います。警視庁も仲間に入れてくれってさ。今回は国税庁との共同捜査で十分でしょう。いや、それが入れてくれって言うんだよ。しかも丸紅だけじゃなく児玉の方も一緒にやりたいと。絶対に反対です。警察から必ず情報が漏れます。これまで何回に営業を飲まされてきたことか。でも捜査方針が決まったら長官から検事総長に直々にお願いしますとか言うんだよ。こうしましょう。丸紅は警視庁にやらせて、児玉はあくまで検察主導でいきます。児玉邸から押収された資料に関しても国税庁と検察で管理します。よし、それで行こう。嫌な予感は的中した。だから言ったんだ。ロッキード事件の捜査本部が正式に立ち上がり、強制捜査が行われた。検察庁、国税庁、警視庁から総勢400人が出動。丸紅東京本社のほか30カ所近くを捜索した。東京地検の増田です。お手数ですが、北村先生を呼んでいただけないでしょうか。立ち会いをお願いしたいのです。わかりました。ここに3名残してください。はい。他のペットだな。あとダムとか、そうか、このダム。あと植木鉢もあります。はい。あとは、あと絨毯。もしもし。9時30分、児玉は半分眠ったような感じで、目と目が合ってません。もしもし。11時に主治医の北村教授が来ました。眠れる薬ですよ。
こちらの部屋も捜索する必要があります。静かにやりますので。そうしてください。松田さん、失礼します。失礼します。捜索は14時間に及んだ。しかし、重要な証拠は何一つ出てこなかった。たまりと言えるものはありませんね。事前にみんな隠したんだろ。で、容体はどうなんだ。本当に取り調べできそうにないのか。北村先生にもう一度聞いてみます。アメリカに対して資料の提供を一貫して求めてきたわけでございます。この日、三木は直接アメリカのフォード大統領に政府高官の氏名が記された未公開資料の引き渡しを求めると発言。しかし検察の捜査が進む前に名前だけが出てしまうと証拠隠滅される恐れがある。また余計なことを。名前を公表されたらやりにくくてしょうがないよな。で、状況は。法務省の堀田参事官が密かにアメリカに向かいました。松田には児玉の病状を確認させています。同時に児玉の秘書の立川や関連の建設会社社長の事情聴取をします。例のロッキードに児玉を紹介したという通訳は。福田太郎は助手医に入院しています。死期が近いようですが、聞けるだけ聞いてこいと山部を行かせてます。児玉の主治医と一緒の病院か。福田が喋れば児玉を追い込むことができます。検察が事件解明の鍵を握ると睨んでいたのが児玉の通訳を務める福田太郎だった。福田は絶対安静とされ、面会時間も限られた。検察の山部です。どうも。メディアを信じるんじゃなかった。このまま死んだら私が悪者にされるだけだ。かつて児玉とロッキード社との全ての交渉に立ち会っていた福田。肝硬変が悪化し命の危険があるとして急遽入院していた。この領収書を見たことがありますか。あります。では本物なんですね。ええ、私が通訳した時に児玉さんが差し出したものです。児玉さんはあらかじめ指定の金額の領収書を用意しておきます。金の包みを渡すのと引き換えに領収書を受け取る。児玉さんとはどういうご関係だったんですか。児玉さんとの出会いは戦後の巣鴨プリズンです。巣鴨プリズン。そこで取り調べの時に私が通訳をしていました。終戦直後、いわゆる永久戦犯の容疑で巣鴨プリズンに収容された児玉。戦前から行動的な右翼として知られ、閣僚の殺害やクーデターを企て逮捕歴もあった。戦時中は中国で日本軍の物資調達を担う児玉機関を作り、巨額の金を生み出したとも言われる。戦後、児玉の資金は政界の一部にも流れた。児玉は財界、裏社会にも大きな影響力を持つ存在だった。病状が急激に悪化したとして、
児玉が救急車で運び込まれてきた。病院には100人を超すマスコミが待ち構えていた。帰って、子供が殺されるよ。まあ自宅へ帰られますので。児玉が次の証人喚問も出られないと届け出を出したようです。はい、後ほど資料をお持ちします。はい、失礼します。北村教授の診断書と資料を持って複数の病院に当たったのですが、皆はっきりとした返答はもらえませんでした。責任が持てないと。許可を出すのが怖いんだな。北村教授からも電話がありまして、以前入院の必要性は高いのですが、マスコミから守る自信がないと。マスコミや世論も児玉批判に耐えられなくなってるのか。ええ、どうにか自宅でできないか。臨床尋問ってことですよね。そうだ、時効まであと2週間しかない。福田の供述も当てたい。事情聴取はぜひ一度やらせてください。北村医師と弁護士、それと妻をうまく説得してくれ。わかりました、やってみます。2回目の証人喚問が行われた。金が流れたルートの一つとされる全日空の新旧の社長、厳しい追及を前に答弁さえもままならない状態に追い込まれた。松尾さんにお願いしたのは日本航空の社長としてお願いしたことでなしに、私の友達としてお願いしたんです。みんな徐々にこらえきれなくなってます。そうだね、児玉しかりです。特攻の父大西中将の自害の現場に立ち会っていたのか。ああ、なるほど、それで幻覚を見ちゃったわけですね。なんで右翼の大物がよりによって山本五十六を撃墜したロッキードの戦闘機を日本に導入する仲介をするのか。金じゃないんですか結局。今マスコミを筆頭に世の中が大騒ぎしています。児玉さんの言い分をお聞きしないことにはアンフェアになってしまう。何を話してくださっても構いません。まずは一回児玉さんの弁解を直接お聞きしたいんです。わかりました。松田さん、私から3つ条件があります。調べをやるのは私だけ、努めて優しく丁寧に、そしてドクターストップに従うこと。まあ脳血栓だから血圧が急激に上昇したらそのまま行ってしまうという可能性だってあるからな。ええ、事故はあるが慎重にな。わかりました。吉永さん、一つだけ気になることがあるんですが。なんだ。国使とまで呼ばれた男がなんでアメリカの企業の秘密代理人なんかやってるんでしょうか。外伝だが中身はアメリカの新聞記事の抜粋だ。ロッキード社が児玉義雄に手渡した金は日本において再軍備に好意的な雰囲気を作り上げようという児玉の目的を促進した。それによると再軍備を掲げる児玉と軍用機を売りたいロッキード社の目的が合致したということだ。
なるほど。とんだ自己矛盾だろう。だがこのねじれが戦後の闇を生んだんだ。その象徴がまさに児玉自身だ。ロッキード事件をうやむやにするな。児玉博士、ついに児玉の臨床尋問が実現することになった。すごい人数だな。MT は中継をやるみたいですよ。ひょっとして帰ってこれないなんてことないですよね。大丈夫だろう。尋問中に万が一のことが起きなければな。え？東京地検検事の松田です。いろいろお聞きしますが、その前に児玉さんには黙秘する権利があります。どうせ黙秘か否認ですよ。福田太郎が話していることも知ってるはずだ。脱税もほぼ確実だろうから、何かしら認めるかもしれない。でも戦中戦後の混乱をくぐり抜けてきた黒幕ですからね。あなたの名前は？児玉よしおです。ロッキード社を知っていますか？はい。春社長は知っていますか？はい。クラッター日本社長は知っていますか？はい。ロッキード社からお金をもらったことがありますか？あります。それは税務申告をしましたか？島せんでした。不覚です。契約書は交わしているのですか？取り交わしました。松田さん、児玉様もお使いのようですし、このそうです。
容体が落ち着くのを待っています。あと供述書にサインをもらえれば。この調書は児玉さんにとって不利な証拠です。署名されますか？はい、します。ケンジさん、ヨシオの感じが思い出せないんです。結構ですよ。ひらがなでもカタカナでも。12、3分ってところでした。よし、上に上げよう。もう一回やってみます。顧問料をどうしたのか、金の行き先をもっと突っ込んで聞いてみます。重要なのはどの政府高官に金が渡ったかを探ることだ。松田さん、ろうそくの火がね、最後にポッと赤くなるのをご存知ですか？今の私がその状態です。そんなことをおっしゃらないでください。我々は二人で歴史の検証をしているんです。これはきちっと残さなきゃいけないんですよ、真相を。頑張りましょう。秘書のあいつを呼んでくれ。預けた風呂敷筒にはあったろ。それを松田健二さんに出しなさい。わかりました。もしもし。秘書の自宅に風呂敷筒に入った証拠品があるそうです。資料から誰か出せませんか？わかった。でもそこにはもうガサ入れたはずだろう。そうなんですが、たまりのようです。証券が5億8999万円分です。すごいじゃないか。よし、これで脱税でいけるな。そうですね。早速国税庁にも連絡しましょう。うまくいきすぎている。肝心の児玉から政府高官に金が渡ったかは不明のままだ。この日アメリカで交渉に当たっていた堀田がロッキード関係者の取り調べについて報告した。昨日の夜に帰国したばかりですが、堀田参事官から報告があります。アメリカで直接取り調べをすることはほぼ可能です。たとえ無理だとしても、アメリカの司法官にこちらの尋問内容を委託して相乗りすることもできます。嘱託尋問ってことか。はい。
そんなこと本当に可能なのかね。条件次第で可能性は十分あります。すでに公開済みのロッキード社の証言や資料について、ロッキード側に直接当てて裏付ける必要があった。しかし日本の検察に代わり海外の検察が行う嘱託尋問は過去に例がなかった。それと証券取引委員会が持っているロッキード捜査の資料に金をもらった政府高官名が載っている可能性はかなり高いです。司法省はそれを日本に渡してもいいと言っています。しかしそれを分かち合うために高官名を公表しないという米国との国家間の取り決めを行う必要があります。そうなると三木首相が納得するかだな。そこはうちの安原局長が何とかすると言っています。時効の案件が終わればちょっとペースを落としてじっくり構えてやるのがいいでしょう。なんで僕まで。あ、いいからいいからね。資料の中に交換名があっても公表できないというのかね。総理はご納得いかないと思いますが、大統領が正式に入ってきた以上我々としても一刻も早く取り決めを結びたく。早く名前を明らかにしないとモヤモヤはいつまでも晴れないじゃないか。日本の政治が進まないだろう。ああそうです。起訴はいつできるんだ。逮捕すれば名前は出せるだろう。出てしまうでしょう。資料が来たらすぐ逮捕ぐらいできるんじゃないか。そんなすごい資料があるでしょうか。本日小玉義雄を所得税法違反により東京地方裁判所に公判請求しました。はい。小玉ルートの解明、大きく前進と考えてよろしいのでしょうか。捜査の都合上お答えできません。アメリカ側の資料に政府高官名は含まれているとお考えでしょうか。お答えできません。それで世論は納得するでしょうか。賄賂を受け取った政府高官は誰だ。追及する声が日本中に広がっていた。当時年間1000件を超す贈収賄事件が摘発されていた。政治の腐敗に対して国民の怒りがピークに達していた。小玉に対する疑惑も日増しに高まる中、その事件は起きた。セスナ機が小玉邸に自爆攻撃を行った。操縦していた自称右翼の男が即死。海外では神風パイロットと報じられた。伊沢さん、情報入ってますよね。これは無事なんですか。小玉様は大丈夫ですので今日はお一人ください。では。セスナ機が小玉邸に自爆攻撃したその日、日米間で資料の提供に関する取り決めが調印された。いよいよ政府高官名が入った未公開資料が日本に持ち込まれる。その矢先、あの大物が沈黙を破った。
どうすれば検察の捜査を認めてくれる。真相究明に私の政治生命をかけるつもりでございます。そんなことは分かってる。しかしそれじゃ上が納得しないんだよ。児玉ルートを諦めるってことですか。何が真実かを追求するのが検察庁です。試されているのか誘導されているのか。戦後最大の疑獄、ロッキード事件。その歴史的な意味とは何だったのか。ロッキード裁判を全て傍聴し、事件に関する多数の著作もある作家の立花隆さんです。ロッキード事件は政治と金の巨大な闇を初めて国民が垣間見た事件だったと振り返ります。政治とお金の関わりでどの時代もある程度暗黒部分というのはあるんだけど、そういうものが全部凝縮された非常に不可解な事件。いざもう一歩踏み込んで中を見ようと思うと本当に何もかも訳が分かんなくなっちゃうみたいなね。日本のその政治と金の一番深い部分がそこの闇に飲み込まれちゃうみたいなね。でここにその現実があるっていう形でね、日本人全てに見せたね、そういう歴史的事件だったと思いますよね。40年前の1976年2月アメリカで発覚したロッキード事件。多国籍企業の不正を追及する上院の公聴会。ロッキード社がヨーロッパやアジアで航空機の売り込みの際に多額の金をばらまいていたことが明らかになりました。ロッキード社の副会長アーチボルト・コーチャンから衝撃的な発言が飛び出します。 Well, the money was delivered to him, for payment to a government official. コーチャンの証言から3つのルートを通じ日本の政府高官に金が渡ったという疑惑が浮かび上がりました。事件発覚から4年前の1972年10月全日空がトライスターを正式に導入することを決定。同じ10月に対潜哨戒機の国産化計画が白紙化され P3C の導入に道を開きます。この時期にロッキード社から児玉義雄に多額の金が渡っていたことを特捜部は領収書から掴んでいました。戦後の政財界や闇社会に大きな影響力を持っていた児玉。過去にロッキード社の戦闘機を日本に導入した時も秘密代理人として名前が挙がったことがありました。特捜部は72年10月以前に政府高官に何らかの働きかけがあったのではないかとみて捜査を進めていました。万歳！万歳！この時期は田中政権が誕生した時期と重なります。疑惑の目は首相の座にあった田中角栄にまで向けられていきます。ロッキード事件でその人生が大きく変わることになる田中角栄とはどのような人物だったのか。庶民宰相などさまざまな呼ばれ方で人気を集めた田中。
一介の農民から天下人となった豊臣秀吉に例え、今大公とも呼ばれました。政治は政治家のための政治ではない。お互い国民一人一人のために政治は存在をするのであり、今田中を取り上げた本が次々とベストセラーになり、空前の角栄ブームが起きています。去年 NHK が行ったアンケートでも戦後を象徴する人物第1位となりました。ロッキード事件から40年、田中の肉声が刻まれた未公開の音声テープの存在が明らかになりました。ここにこうやって入れて、こんな中に、これは当時のものです。テープはブラジルに本社がある南米通信の記者が保管していました。これは私が目白の指定でインタビューをした時の写真です。私たちに話したというよりは、もう自分の思いの丈を国民に向かって喋ってるという感じなんですね。ロッキード事件から4年後、インタビューは数回に分けて行われました。田中は取材に対し、再び総理大臣に返り咲く意欲を示していたといいます。まあ、僕はまあこれちょっとね、楽々と喋ってるように気ですがね、そうじゃないの、これ腹の中もっとはっきりしたこと考えてるんですがね、そこらはね相当成分して喋ってるんですよ、はい、やっぱりね相当歯止めかけて、ね、発言するし行動するんですよ、はい、できなかったら内閣やめろ、こんなんだね。13時間を超すインタビューの中で浮かび上がってくるのは、希代の政治家田中角栄の光と影でした。新潟県の豪雪地帯で農家の長男として生まれた田中。家が貧しく、高等小学校を卒業後単身上京。25歳で建設会社を設立。29歳で国政の場に登場します。田中政権下で大蔵省の事務次官を務めた相沢秀之さん。政治家としての田中の強みは、建設会社での経営者としての経験にあったといいます。コンピューター付きのブルドーザーというあれだけど、まあ、計算は早いしですよ。パッとこう考えてね、いいとなったら即実行と。それからもう一つはね、普通の政治家と違うというのはね、あの人は事業やってたでしょ。だから何かことを起こすにはね、金をどうするかと、財源をどうするかってことは考えておかならんと。わずか39歳で郵政大臣になった田中は出世街道をひた走ります。都市と地方の格差をなくす列島改造を自らのテーマに掲げた田中。大きな原動力となっていたのは決断と実行の速さでした。やります、明確にやります、またなしにやります。田中の政治の拠点ともなった東京目白の自宅です。玄関には100足近い革靴が連日のように並んでいました。全国各地から政財界の関係者が途切れなく陳情に訪れていました。
やっぱり国民の一般的な感覚っていうのはね、それをね、ちゃんと三人入れて政治やらなきゃダメでしょ。理屈だけね、言ってもダメ。理想は熟慮断行っていう議論もあるけどね、熟慮断行も非常にないんですよ。断行だ。だから私は決断と実行をスローガンしたんです。田中の決断と実行の手腕は外交の舞台でも発揮されます。日本の戦後処理の大きな課題となっていた中国との国交回復を成し遂げたのです。日中国交復興とかこれは主導権を渡ったんですよ、はい、隣でもね、仲良くできないものが口で世界平和論をいくらやったってね、話になりませんよ、うん、いいかもあんた取り収められないでね、奥さんにいつでも電話包丁突きつけられてるような男がね、街頭演説で平和論やってて誰が聞きますか。そうでしょ、そのこいつの方につけたらガチャーってやる。だから判断も実行も責任も失うんです。次々に新たな政策を打ち出した政治家としての田中の腕力。それを可能にしたのが莫大な資金力でした。田中政権下で自民党が企業などから受けた献金額は年間170億円を超え、それ以前の政権をはるかに上回っていました。田中の側近で大臣も歴任した石井一さん。これですから。田中に陳情に来る人の中には億単位の金を持ってくる人もいたといいます。自分の作った金なんですよね。それを思う存分散財しました、バキました。だから彼の前来たらむちゃくちゃな金の匂いはありました。一般の庶民では届かんでしょう。私なんかでも田中さんからお金をもらったり、田中のお金を運んだりしたことたくさんありますよ。その裏にやっぱり金の力ありますよ。だから金の力というものは恐ろしく強いもんだというのは実感でしょう、うん、いいか悪いというよりもね、うん しかし金で政治を思いのままに動かす田中の手法は金権政治と批判されるようになっていきます。当時雑誌で田中の金脈問題を先頭に立って追及した作家の立花隆さんです。賄賂的なお金を使えばこの国の政治が本当に簡単に動いて、その動かし方に巧みになれば、あの政治力を驚くほど、あの容易に自分の手中に収めることができるかというね、お金にまつわる人間の独特のこの悪い側面、いい側面、両方含めて、人の心理の、あの奥の奥まで、あの常に、あの気がついて、この日本の政治の弱さそのもの、それを、あの、見事なまでに利用するマシン全体を作り出した、そういう人で、本当にそれを使って、総理大臣までなっちゃうというね、そういうことをやったのは、本当にある意味ですごい人なんですよ。未公開の音声テープにも、自ら政治と金について語る、田中の貴重な肉声が残されていました。金がかかるって言ったってね、何にもねしないでね、その民主政治ができるもんだと思ってたら間違いないですよ。かまにすごい世話してある。何でも嫌なんだよ政治というものはね、何でも嫌だよ。
そして田中が総理大臣の椅子から降りた1年2ヶ月後、ロッキード事件が発覚。疑惑の目が向けられることになります。ロッキード問題は徹底的に究明されなければなりません。田中角栄と東京地検特捜部との知られざる攻防に迫る第2部。田中逮捕に至るまでに何があったのか。そしてもう一つの巨大な闇は。第3部では裁判でも触れられなかったロッキード事件最大の闇をドキュメンタリーで追跡。歴史の教科書にも書かれなかった衝撃の事件像が浮かび上がってきます。未解決事件、ロッキード事件。この後もご期待ください。不朽の名作を豪華キャストでドラマ化。あの男ですよ、生きただし。高度経済成長期、世界を相手に壮絶な経済戦争を生き抜いた男がいた。この国を守り発展させていくこと、それが私の使命です。不毛地帯、月曜から金曜深夜0時15分、 AXN ミステリー。AXN ミステリー。 AXN ミステリーの10月は芸術の秋にちなんでアートミステリー特集。フランスに実在する美術犯罪捜査班の活躍、京都で起こる美術品に絡んだ事件、フェルメールの絵画を思わせる世界観が魅力。芸術の秋にふさわしい3作品をお届け。アートミステリー特集はご覧の時間で。ご覧のチャンネルは AXN ミステリー。 AXN ミステリー。民間航空機トライスターの導入をめぐり、日本の政財界に巨額の金がばらまかれたロッキード事件。事件を追う東京地検特捜部、主任検事吉永雄介が当初マークしていたのは戦後日本の黒幕、児玉芳雄だった。児玉に渡ったとされる21億の金と軍用機 P3C が事件の本線ではないか。特捜部は児玉を尋問し、核心に迫ろうとした。しかし捜査は思うように進んでいなかった。賄賂を受け取った政府高官は誰だ。日本中に怒りが満ち溢れていた。事件発覚から2ヶ月、政府高官の名前が入った資料がもたらされることが決まった。その直後、沈黙を守っていたあの大物が公の場に姿を現した。
今日ロッキード問題をめぐりあらゆる島憶測が乱れ飛んでいることは極めて遺憾であります。事件との関わりを完全に否定した。言うまでもなく、ロッキード問題は徹底的に究明されなければなりません。また私は真相の究明が必ずなされるものと確信しております。アメリカの未公開資料に関しても捜査当局を信頼すべきと余裕を見せた。高等教育を受けることなく総理大臣に上り詰めた今太后。日中国交正常化を成し遂げ国民の絶大な支持を集める一方、不透明な金の問題が浮かび上がり就任からわずか2年で退陣した。しかしその後も政界に絶大な影響力を保ち続けていた。相手に不足はない。しかしこの事件の本当の闇はどこにあるのか。アメリカの未公開資料を持ち帰るため極秘のリレー作戦が計画された。先に出る我々がおとりになるということですね。そうだ、実際に資料を受け取るのは後発の田山課長と水野君だ。二人は絶対に見つかってはならん。同僚にも家族にもアメリカに資料を取りに行くことは一切喋らない。わかりました。はい、外交予見と旅費と滞在費だ。それから二人にはこれも返送費だ。完璧な偽変をして検察と気づかれないように。マフィアに狙われるかもしれないからな。つけひげも忘れるなよ。田中が疑惑を否定した直後、今度は総理大臣の三木が会見した。真相究明に私の政治生命をかけるつもりでございます。徹底抗戦か。これじゃあ政界また荒れるな。自民党の中で引きずり下ろされるかもしれませんね。そんなこと絶対させちゃダメだ。事件がうやむやになってしまう。そうですね。明らかになった金のルートは3つ。ロッキード社の秘密代理人だった小玉義雄に21億円、そして代理店の商社丸紅、航空機を購入した全日空、これらのルートから政府高官に賄賂が渡ったと見られた。トライスターだけでなく軍用機 P3C をめぐる疑惑も浮上していた。福田から P3C に関しては何か出たか。ええ、ロッキード日本支社長のクラッターが売り込みに際して児玉に P3C の性能がいかに優秀かを説明したそうです。クラッターは日本の技術では到底開発できないだろうとアピールした上で、防衛庁がP3C を採用するように尽力してほしいと児玉さんにお願いしました。防衛庁。児玉が P3C の売り込みを契約に追加したのは1973年の7月27日なので、その頃の話かと。トライスターで成功した翌年か。50機以上の売り込みに成功したら児玉に25億の報酬が入ることになってます。50機で25億、でかいな。ええ、お前について何か聞いてもらえるか。何か
小玉ルートは進展があるのかね。これがロッキードの F-104 が採用された時のお礼ですか。来日するたびに手土産だと言って現金で300万ぐらい置いていきました。未公開資料を受け取った後発組が帰国した。もしもし、羽田に着きました。マスコミにも誰も気づかれてません。もういい、記者たちがみんなこっちでお待ちかねだよ。変な憶測を生むといけないから早くこっちに戻ってこい。おい、チンピラの格好でマスコミの前に出るなよ。どうした。気づかれたそうです。無事資料が検察庁に到着。すぐに検事正室の金庫に収められた。翌日、最初に資料の確認をしたのは検察の首脳陣7名。続いて資料は吉永のもとに。1枚目はチャートだ。ロッキードのコウちゃんが書いたものらしい。コウちゃんが手書きした日本の政財界の人物相関図。丸紅の檜山や大久保から矢印が向かう先には田中の文字があった。それとこれが彼の日記だ。8月21日、檜山にPM と会見するよう依頼。8月23日、檜山と大久保が PM を訪問。 PM？ プライムミニスター。おそらくな。こうちゃんは1972年8月20日に入国記録があります。田中内閣が誕生した直後だな。ええ。それとホテルのメモに6人の名前と数字が書き込まれた。橋本、佐藤なんだか解けるか試されてるみたいだな。試されているのか、誘導されているのか。役者が揃いましたね。一番可能性があるのが丸紅ルート。そうだな。時効は最短で8月9日。交留期間も考慮すれば7月中旬もあと3ヶ月。トライスターをめぐる丸紅ルートが急浮上した。吉永さん、ちょっと例の資料のことで話を伺いたいんですが。吉永さん、ちょっと来い。検察の捜査を認めてくれる。それはとにかく世間で疑惑に思われてる人間を全て捕まえればいいんだ。え、そうだろ。なあ、なあ、もういい、帰れ帰れ。やれることをやるだけだ。いや、どうだった。かなり興奮してたよ。田中の金脈問題の時以来だな、あんな感じは。じゃあ結構な大物だな、ここは。あとはいつ逮捕するか。そんな簡単な話じゃない。
まずは児玉、丸紅、全日空のどのルートで金が流れたか固めなくちゃいけない。検察の狙いは贈収賄だ。そのためには賄賂を送った人ともらった人の証言、それと請託が必要になる。請託？バカ、賄賂を使ってお願いする中身だよ。その3つが揃わないと立件できない。ロッキードの連中はすでに証言してますよね。あれはアメリカで独自にやったことだろう。日本の裁判では証言として使えない。改めてやらないと。まだまだ道のりは長そうですね。まあ例の資料の中身次第だろうけどな。吉永と堀田は3000ページの未公開資料すべてを分類。政府高官の名前が記された重要なものは L 資料と名付けられた。しかし P3C に関する資料は意図的に覗かれたかのように一切なかった。はっきりとそのままで証拠になるものは何もありませんね。そうだな。丸紅関係の領収書はあるか。これが伊藤博士がサインしたピーナッツピーシーズ4枚。こっちが大久保のサインが入ったユニット領収書2枚。これとこいつらを組み合わせる。丸紅ルートでこの金の流れを証明できればいいわけですよね。ああ、確実で最短のルートだ。アメリカは任せてください。まず向こうに行ってこの資料の裏を取ってきます。信用できるのか彼らの証言は。そのための嘱託尋問じゃないですか。分かった、こっちは丸紅だ。丸紅ルート解明に向けた特捜部の捜査が勢いを増していた。トライスター導入の経緯をさまざまな角度から調べるため、丸紅や全日空に加え官僚や同業他社の関係者が次々に呼び出された。浮かび上がったのは全日空がロッキード社のトライスターを選んだ時期や理由の不可解さだ。マスコミも丸紅ルートの取材を加速させた。やるぞ。航空担当の記者たちとトライスター導入の時期に関してチャートを作ってる。全日空の旅客機選定の時期を調べてみると期限が延期され、しかもトライスター完成のすぐ後になっていることが分かった。すごいじゃないですか。どの社も掴んでないですよ。そうだ、これだけの情報がアメリカから降ってきてるんだ。検察がダメだからって俺たちも何もできませんでしたじゃ済まないぞ。もし何もできなかったらそれはジャーナリズムの死だと思え。分野に負けずにスクープ取ってこい。俺たちマスコミも存在意義が問われてるんだ。分かったな。はい、はい、その頃堀田がアメリカの司法省に到着。Nice to meet you, sir. You must have had a long trip. We were just going over the Lockheed case. We appreciate your cooperation. We are also doing our utmost in this investigation. So we'd like your help with an interrogation by proxy. Well, Mr. Clark here will be helping you out with that in any way he can. Now, please, don't hesitate if there's anything you need. Oh, great. Well, the first step would be to go to the SEC and get a record of Kachin's April testimony. I'm pretty sure that'll make your boss happy. Thank you. I'll do that right now. 児玉の方はどうだ？ P3C に関して何か喋ったか？ P3C の性能に関してはよく喋りますが、契約にあるような入金は特に。そうか。児玉の容体は？最近は調べ中に血圧が180ぐらいまで上がってしまうこともあります。福田太郎の供述をどんどん児玉に当てて、どうにか調べのこと増やせないか？わかりました。やってみます。おそらく福田は長くない。時間の問題だ。新聞のスクープが政界に衝撃を与えた。事件を追及する幹を首相の座から下ろそうとする動き。この幹下ろしの真の目的はロッキード隠しではないかと一斉に反発の声が上がった。7日に椎名が他の議員3人と協議してるところに加計が乗り込んできたらしい。アメリカから資料が来てから
連日交換面確認だの強制捜査だの書かれてるからな。少しは焦ってんだろ。でもまさか前首相の逮捕まではないですよね。ああ、どうかな。指揮権の発動もあるしね。指揮権、法務大臣が検事総長を指揮できる権限のことだよ。ってことは逮捕したくてもできなくなる。そうだよ、以前造船疑惑事件で佐藤栄作が逮捕を免れた例がある。じゃあ今回も可能性はあるな。堀田が新たな資料と共に帰国した。すいません、通してください。こうちゃんの4月7日9日の証券取引委員会での証言ですが、今回はより具体的です。それで1972年8月20日頃、トライスター売り込みの最終段階としてこうちゃんが来日。その際に金のことを言い出してきたのは丸紅の大久保からだそうです。トライスターを売り込むためには5億円がいると。それからロッキードの日本支社が5億円を4回に分けて払った。その時の領収書がピーナッツピーシーズ領収書だと報告があったとあります。日記の PM についてはありません。こうちゃんがぼやかしたのか単に聞かなかったのか。いつも肝心なところが抜けてるな。わざとか。そんなわけ。 P3C は P3C について何か聞いてないのか。証券取引委員会も最初はそっちが本筋だと思っていたようですが、全く証拠が出てこないので切り替えたと言っています。嘱託尋問の方は6月中旬には開始できるかもしれません。そのためには質問事項の作成と検事総長から不起訴宣明書をもらわないといけません。不起訴宣明書？こうちゃんたちがどんな証言をしても日本の法律では裁かないと検事総長に宣言してほしいと。そんなことできるわけないだろう。それじゃあ向こうは一歩も動いてくれませんよ。ロッキード社の幹部は日本で罪に問われないことを条件として求めてきた。しかし日本では司法取引は認められていない。時効が迫る中、検察はギリギリの選択を迫られていた。嘱託尋問って日本の検察に代わってアメリカの検事に証言を取ってもらうことですよね。ああ、そうだ。そんなのうまくいくんですかね。ロッキードの奴らがすんなり応じるとは思えん。おそらく自分たちの身の保証がはっきりしないと話さないでしょうね。身の保証？証言したことが日本で刑事責任を問われないようにしないと向こうは話すわけないだろう。ああ、そうか。自ら墓穴を掘ることにもなると。アメリカには司法取引があるが日本にはないからな。検察も必死だ。他に手がなきゃやるかもしれん。ロッキード関係者に対する嘱託尋問、200を超す質問の中に吉永は P3C に関するものも盛り込んだ。どうした？福田太郎が亡くなりました。吉永が事件の本線と見ていた小玉ルートは大きな壁にぶち当たった。アメリカへ渡った堀田からも悪い知らせが入った。もしもし、堀田です。日本での刑事訴追の恐れがまだあるとして、こうちゃんたちが証人尋問を拒否しました。なんだって？とりあえずその異議申し立てを却下しましたが、尋問の開始が10日は遅れることに。それで間に合うのか？あ、いや、それは大体本当に10日後にやれんのか？そんなこと分かるわけないじゃないですか。逮捕までのリミットは1ヶ月余り。3つのルートのうち P3C につながると見られていた小玉ルートは行き詰まっていた。可能性が高いのはトライスターをめぐる丸紅ルート。吉永は丸紅ルートにかけるしかなかった。
児玉を脱税であげても誰も納得してませんよ。児玉は P3C が本線ですよね。他と額が全く違う。P3C での児玉ルートの解明を国民は望んでいます。それはないものねだりだろう。児玉ルートを諦めるってことですか。うちのデスクは吉永さんならこの事件をやってくれると言ってました。8年前、政治家に特捜部が骨抜きにされた時にも生き残ったやつだから。もういいだろう、帰れ。汚職事件をめぐり検察内部が激しく対立、特捜部のメンバーがほぼ一掃される事態となった。吉永にとっても苦い記憶が刻まれた。当時吉永が取り調べていた容疑者の家族が自殺、容疑者にそのことを伝えた。やっぱり健二さんが殺したんですね。この事件以降、ロッキード事件までの8年間、特捜部は沈黙したとささやかれた。ダメだ。なんでですか。今なら特捜部は P3C を外して捜査をトライスターに絞るって原稿を書けます。どこも書いてませんよ。うちの特ダネじゃないですか。検察の片棒を担ぐことになってもか。何か利用される裏があるってことですか。可能性はある。それよりも吉永はそんなに簡単に諦めるような男なのか。はい、いよいよ出番ですか。そうだ、丸紅の大久保利治を持ってもらう。証人喚問の時の偽証罪でやりたい。そのような事実は一切存じておりません。調べの過程で外為とか政治資金規正法とか出てくるかもしれんが、とにかく任せるから全部やってくれ。だが10日以内で落としてほしい。10日ですか。この後伊藤檜山と10日ごとに落としていかんと間に合わん。わかりました。はい、すぐ行きます。大久保逮捕をめぐって再び警視庁との間に問題が生じた。ダメです。大久保は最初から特捜でやらなきゃ。容疑は偽証でいきます。そんなことは分かってる。しかしそれじゃ上が納得しないんだよ。すでに外為の容疑で警視庁に丸紅の捜索をやらせたんだ。だから偽証であれば検察主導型であることに理由がつきます。大久保はロッキード社との窓口になっているキーマンです。 LCO にもはっきりと名前があります。資料の存在さえ知らない彼らに任せられるでしょうか。調べ中に万が一あの名前が出たら必ず漏れて全てが水の泡です。失礼します。早めに丸紅本社に向かい大久保の到着を待ちます。いいか、ここに連れてくるまでに大久保に万が一のことがあったら窓から飛び込んでもらうからな。はい。この日、事件が発覚してから初めての逮捕者が出た。丸紅や全日空で再び強制捜査が行われた。逮捕された丸紅の大久保、国会で偽証した疑いだった。
私は検事さんの言うことを信用していませんか。時間はたっぷりあります。ゆっくりやりましょう。秘密の保持が捜査の生命線だと考えていた吉永。しかし丸紅の伊藤を任意で取り調べていた警視庁の捜査情報が漏れた。警視庁の幹部じゃないですか。ああそうだな。一体どういうことですか。だから言ったんだ、やっぱり漏れてるじゃないですか。まあまあまあ、どんな調べを警視庁ではやってるんですか。吉永君、暑いですね。着替えの差し入れはしてもらえませんでした。いえ、弁護士さんを通じてお願いをしているのですが、まだ来ておらんのです。もう一週間になるというのに。すぐに会社に連絡して持ってきてもらいましょう。まったく、もうやっぱり伊藤博士は何が何でもうちでやらせてください。このままじゃとてもじゃないが田中角栄までたどり着きません。そうだね。万が一名前が漏れて田中に病院にでも逃げ込まれたら終わってしまいますよ。ああ、大久保が自供を始めました。状況を把握するためにアメリカに行かされた大久保は、帰国すると全て出来上がったシナリオを強要されたそうです。ピーナッツピーシーズの領収書は私は一切作成に関わっていないのに、私が伊藤専務に要請して領収書をタイプさせサインまでさせたという筋書きです。は間違いなく伊藤専務が中心になって作り上げたもので、私はこの筋書きに乗って証言せざるを得なかったのです。ピーナッツの5億円は伊藤が全部知っているはずです。どうしてこちらを警察に任せておくのでしょうか。大久保も伊藤博士を逮捕しないと詳細は話さないでしょう。そうだな。検察は国会での偽証の疑いで丸紅の伊藤を逮捕した。私も日本国民の一人であり、宣誓した上で証言している。信じてもらいたい。よくそんなことが言えますね。両親に恥じないんですか。国会を侮辱してる。なんなら両親に恥じることはない。偽証していない。だがここで宣誓してやる。その壁の後ろに国民の目があります。国民がじっとあなたを見ています。そのつもりでやってください。先生、私は両親に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。何をバカなこと言ってるんだ。検事総長から不起訴宣明を出すだけでも異例中の異例だったんだぞ。でもこのままではどうにもなりません。総長の宣明書に対して内閣総理大臣かもしくは法務大臣がそれを支持する声明を出してほしいというのが条件なんです。そんなことできるか。こっちでもなんとか嘱託尋問を成立させようと知恵を絞ったギリギリの交渉をしてるんです。できないと言ってしまえばそこで終わってしまいます。分かったよ。総理はさすがに無理だが法務大臣の線で当たってみる。ありがとうございます。できれば今日中にお願いします。何？またすぐに。もしもし。こうちゃんへの尋問は予定通り始めることになったのですが、今度は最高裁からの宣明がないと一切証言は使わせないと。何？最高裁だと？
検事さん、私とあなたの二人きりにしてくれませんか。わかりました。伊藤が逮捕された2日後、大久保はついに事件の核心に迫る証言を始めた。1972年の8月に入って間もない頃だと思います。檜山社長に呼ばれて、実は金を使ってトライスターの件を早くまとめたい、そのことで総理に話をしようと思っている、といった話を切り出されました。総理というのは？田中角栄です。田中総理の私邸に着いたのはおよそ7時頃だったと思います。挨拶が終わると下がっておれとのジェスチャーをされたので、私は田中総理と檜山社長の面談には立ち会っていなかったのです。事前に5億円という金額は聞いていましたが、改めてお聞きすると5本の指を広げられて、これだよと言いました。大きい方でしょうかとダメ押しすると、決まってるじゃないかと言われました。上げられんな。そうですね。すると大久保が伊藤博史より先に口を割ったと言わないでほしいと。じゃあなおさらだな。でもよそに手柄がいっちまうぞ。気にしませんよ、みんなで事件やってるわけで、チームですから。この調書は検察の内部でさえ極秘とされた。事件発覚からすでに半年が過ぎていた。街でどういう顔で歩いたらいいか悩むんです。ニコニコしていれば何だと、深刻な顔をすればやっぱりと、普通にしても無神経じゃないかと思われる気がして、家を出た途端気持ちが沈むんです。会社の方は？実は事件発覚後、取締役から平社員に降格となった伊藤に、社内でも容赦のない非難が浴びせられた。伊藤さん、あなたは背負いきれない重荷を背負っている。重荷を下ろしなさい。私も手伝いますから。怖かった。怖かったんです。名前を出すのが、伊藤が自供を始めました。偽証は間違いありません。ピーナッツ領収書も自分のサインだと認めています。ロッキード社からの4回に分けた5億円の授受も自分がやり、上司の命令でそれが田中角栄に渡っていると。あとは選択だな。72年の8月23日に檜山と角栄が何を話したか。檜山の担当には横浜の安保源氏にお願いしています。彼を置いて他にはいません。すぐに逮捕の手続きに入ります。8年前の
捜査に携わった検事がもう一人。安藤さん、よろしくお願いします。今回お役に立てるかどうか。いやいや、何をしちゃいます。暇人ではない。経歴書を見てくれ。あなた方のような一介の役人とは違う。俺が犯罪人ならここで射殺してくれ。わかりました。72年8月23日の田中邸訪問の時、誰と一緒でしたか。誰と一緒とはどういう意味なんだ。俺は一人だよ。テニさん、あなたは常識があるんですか。総理のような恐れ多いところに人を連れて行けるわけがないだろう。いずれは二人だったというようになりますよ。あなたには両親があるから。檜山が自供したら次はいよいよ政府高官ですね。当時の運輸大臣とかからだろう、順番からすると。うちも可能性があるところにはいろいろ張り込みかけてるよ。そして檜山も重い口を開き始めた。私が本当のことを話すと大変なことが起きます。何が大変なんですか。いや、ともかく大変なことになる。検事さんを信用して聞くが、一つ教えてくれませんか。検察庁は本気で田中さんをやるおつもりですか。何が真実かを追求するのが検察庁です。偉い人とかは関係ない。真相を明らかにするのが私たちの仕事です。わかりました。じゃあこれから全部お話しします。檜山が自供しました。やはり田中邸で請託があったことを認めました。丸紅がロッキードのエージェントだったかと言いましたので、そうなんですと言ったところ、田中総理は顔を上下に動かしながら、よっしゃよっしゃと言って心よく引き受けてくれたことから、やっぱり金の力だと思いほっとしました。来週早々にも田中角栄を逮捕します。そうか。直ちに贈収賄は難しいので外為で行きます。法務大臣にも根回ししないといけないですね。ああ。嘱託尋問の方は最高裁が宣明書を出すことで納得してもらいました。すでに起訴案は提出して OK が出ています。あとは正式なものを提出して向こうで受理されれば。間に合うのか。微妙な線ですが、待っていては気を逸することにつながりかねません。7月27日に外為法違反で田中角栄を逮捕する。松田君と田山課長たちは朝6時30分に田中邸に行き、任意同行で引っ張ってきてもらいたい。同行に応じない場合はその場で逮捕していいからな。わかりました。水野君は田中邸を事前に下見しといてくれ。くれぐれも見つからないようにな。はい。石黒さんには田中の取り調べをお願いします。承知しました。お疲れ様です。ここのとこずっと腹の具合が悪いんだ。明日は午前中病院に寄ってから行くから。
ちを整えながら着替えしてるんですよ。大丈夫ですよ。総理大臣をやった男が逃げたりするはずがありませんよ。君が増田君か。はい。誰が来る？見りゃ分かるよ。容疑を全面的に否認した。一つ検事生頼みがある。何でしょうか。書きたいものがある。紙を2枚と万年筆を貸してください。わかりました。田中は迷惑をかけたくないと自民党の離党届と派閥の7日会の脱会届をその場で書いた。全日空ルートでも政治家や企業のトップが逮捕された。総理大臣の犯罪を追及する検察に多くの国民が熱狂した。しかしその陰で事件の関係者が次々に死亡。現金を運んだとされた田中の運転手も車の中で自殺した。そしてP3C につながるとみられた小玉ルート。21億もの金の行方はわからないままだった。いや、やりましたね。また特捜部の黄金期がやってきますね。バカ言うな。田中角栄をスケープゴートにして終わりじゃないですよね。我々もアメリカから降りてきた情報に踊らされて結局何を追っていたのか。俺たちのやってることはなドブさらいと一緒なんだ。
ドブさらい。ドブをすくってきれいにしたところにきれいな水を流すのか、それともまた汚い水を流すのかは俺たちの仕事じゃない。そこへどういう水を流すのかはそれこそ政治家でありお前たちマスコミであり、広く言えば国民一人一人が考えることだ。そこまでは検察の仕事ではないと。それをやったら検察ファッションになっちまうだろうが。吉永は一度だけ児玉邸を訪れたことがある。少々こちらでお待ちください。容体を伺ってまいりますので。あれ、ケンジさん。これで終わりじゃない。本当の始まりはここからだ。1977年1月27日に始まったロッキード事件の裁判は18年もの長きにわたった。被告として裁かれたのは16人に上る。検察の起訴内容に対し田中角栄は全面的に否認。涙を流しながら潔白を主張した。大きな争点となったのが邸宅があったとされる日のやり取り。田中は首相就任の表敬訪問だったと主張。邸宅も5億円の授受も否定した。檜山はロッキード社の5億円の献金の意向を伝えただけで邸宅はなかったと主張したが認められなかった。丸紅の幹部たちは贈賄の罪などで有罪が確定した。田中は一審と二審で懲役4年追徴金5億円の判決を受けた。93年に死亡し裁判は打ち切られたが、他の被告の最高裁の判決で邸宅や賄賂の授受があったことが認定された。一方、堀田らがギリギリまで奔走したロッキード関係者への異例の嘱託尋問。トライスターをめぐる供述は最高裁では日本で司法取引が認められていないという理由で採用されなかった。果たして判決が言う通りにこうちゃんクラッターの証言だけを除外して言うにこの犯罪事実が認められるかどうかということについては非常に疑問に思っております。日本の最高裁判所が異例な形で検察の捜査に協力したことにより被告人は一方的な不利益を被りました。日本の司法においては
公平かつ公正な裁判は期待できないという思いを強く抱かざるを得ません。これまで、検察が主張した事実が全部認められたということは非常に意義が大きいというふうに思っております。ロッキード事件の巨大な闇を知ると見られていた児玉芳雄。これは病床にあった児玉がただ一度出廷した時の映像。ロッキード社からの金について脱税は認めたが、その他の疑惑は否定。脳梗塞で84年に死亡。裁判は打ち切られた。21億の金の行方は闇に葬られた。吉永らが事件の本線ではないかと見ていたロッキード社製の対潜哨戒機 P3C。 事件発覚の翌年、日本への導入が決定。これまでに100機が配備され、総額は1兆円を超える。日本の防衛のために。天下を論じ国家を論ずる者が、それが商売であってはいけないんだと。それを商売にして、それで物を飯を食っていくとか、それでその金を集めていくとかというようなことだったら、これはもうその愛国なんて口にする資格もないんだ。戦後から続く闇はいつまで続くのか。から40年、関係者の多くがこの世を去った。元東京地検特捜部の松尾邦博。ロッキード事件は金権政治がはびこる当時の状況に一石を投じた事件だったと振り返る。その壁の後ろに国民の目があります。日本がやっぱり先進国の中で発展してきている途中の段階においてはね、政治の闇といいますか、そういったものがかなり残っていた時代であったなと。でそういう意味ではあの事件はそういう大きな役割を果たしたなと。ロッキード裁判で田中角栄の弁護に当たった富山高僧。検察は世論を気にするあまり、結論ありきの捜査を推し進めたのではないかと考えている。田中憎しとなんか金権政治がねどうのこうのというので、こう一気にこう盛り上がりましたよね。でそれに対して、検察も何かやらなきゃいけないと、嘱託尋問も含めてね、かなり強引なことをやって、かなり強引なその証拠を作ってるなという感じはしましたけどね。捜査を指揮した吉永雄介は3年前に亡くなった。生前吉永は未解明に終わった21億円と P3C についてほとんど語ることはなかったという。第3部ではロッキード事件40年目の真相に迫る。今回日米の関係者100人を新たに取材。驚くべき証言が次々と飛び出した。あれはね、はっきり言うと我々の手の及ばないところだよ。I think he had a probably had a very large influence on the acquisition of the airplane. さらにアメリカ政府のトップシークレットを記した機密文書も入手。歴史の教科書にも書かれていなかった新たな事件像が浮かび上がってくる。
AXN ミステリー、そんなバカな。経済大国日本を作った3人の経済人の生涯を描いた傑作ドラマ。日本を作るのは国でもない、我々自身の力なんだ。男たちは危機を乗り越え成長していく。彼らを突き動かしたものとは。この国は素晴らしい国になる。京成催眠の男、一挙放送、9月30日深夜0時。AXN ミステリー、 AXN ミステリー、原作不朽の名作を豪華キャストでドラマ化。あの男ですよ、生きただし。高度経済成長期、世界を相手に壮絶な経済戦争を生き抜いた男がいた。この国を守り発展させていくこと、それが私の使命です。不毛地帯、月曜から金曜深夜0時15分、 AXN ミステリー。ご覧のチャンネルは AXN ミステリー。 AXN ミステリー。今からちょうど40年前の7月27日、日本中の目が一人の男に注がれていた。元総理大臣田中角栄。田中を逮捕しました。総理大臣の犯罪が初めて裁かれたロッキード事件。民間航空機の導入をめぐり、田中は5億円の賄賂を受け取ったとされた。ショックですね。それは、はい、そうですね。一国の総理大臣でしょ。恥ずかしいですよね。ほら、大きな禍根を残すと思います。空前の角栄ブームの中、そのカリスマ性を再評価する声が高まっている。しかし、田中の最大の汚点となったロッキード事件については、多くの謎が残されたままだ。田中角栄逮捕から40年。戦後史に刻まれた巨大な闇の正体が今浮かび上がろうとしている。社会に衝撃を与えた事件を徹底検証。未来への教訓を探るシリーズ未解決事件。第5弾は戦後最大の疑獄に迫る。総理大臣の経験者が総理在職中の行為について刑事責任を問われるのは我が国では初めてのことです。政治不信、行政不信に対するね、責任は誠に重大であるというね、民主政治の根幹を揺るがす恐れがある。アメリカロッキード社製の民間航空機トライスターをめぐり、日本の政財界に巨額の賄賂がばらまかれたとされた事件。ロッキード社から商社丸紅を通じ田中角栄に5億円、全日空にも2億円が渡り、その一部が複数の政治家に渡ったとされた。しかしそれだけではなかった。21億もの金の行方が未解明に終わっていたのだ。疑惑の目が向けられたのは昭和の怪物児玉芳雄と軍用機 P3C。 日本への導入をめぐり
何らかの工作があったのではないか。しかし事件当時アメリカ側から渡された資料には P3C に関するものは一切なかった。そこにはトライスターと田中角栄をつなぐわずかな手がかりのみ。田中、試されているのか誘導されているのか。捜査に当たった東京地検特捜部の検事たちは今も事件の闇の深さを感じている。当時児玉芳雄の臨床尋問を行い P3C の疑惑を追及した松田昇。犯罪になる供述は何もないで、なるのは脱税だけ。いや、刑事事件をするだけで難しかったですよ。本当に立証できるかっていうと、そこの壁がどうしても突破できなければ警察も検察も次元にはしない、できない。ロッキード社の全活動が解明されるなんてことはありえない。ロッキード事件の全貌とは何だったのか。今回100人を超す日米の関係者を新たに取材。アメリカ政府の極秘資料も入手。驚くべき事件像が浮かび上がってきた。事件の背後でうごめく日米2つの国家の巨大な意志、そして軍事と金をめぐる闇。Armed forces without our paying for it, Japan pays. ロッキード事件から40年。歴史的スクープをもとに埋もれていた事件の真相に迫る。ロッキード事件で疑惑の目が向けられた軍用機が今も製造されていると聞き取材に向かった。ロッキードって何しかできない。アメリカ屈指の軍事企業ロッキード・マーティン社。この工場で作っているのが潜水艦を探査するための軍用機 P3C だ。これは魚雷や探知機を搭載する P3C の尾翼の外側の部分です。40年前ロッキード事件が発覚した際、この P3C をめぐる疑惑が浮上した。ロッキード事件当時の組織図が残されていた。P3C やトライスターの日本への売り込みを行っていたのは社長のアーチボルド・コーちゃん。事件の核心について口を閉ざしたまま、すでにこの世を去っていた。裁判でも触れられなかった P3C の疑惑。当時捜査はどこまで進んでいたのか。東京地検特捜部の主任検事吉永雄介が密かに保管していた600点を超す極秘資料。その中にロッキード社のコーちゃんが P3C について語った証言が残されていることが分かった。日本からの依頼でアメリカの司法省が行った嘱託尋問の記録。
P3C の疑惑は事件化されなかったため、こうちゃんのこの供述は検察の一部が知るのみで表に出ることはなかった。小玉の役割は P3C 導入を政府関係者に働きかけることだった。ロッキード社の秘密代理人として700万ドル、日本円で21億の金を受け取ったとされた小玉義雄。昭和の怪物と呼ばれ、戦前は日本軍に、戦後は政財界、そして裏社会に大きな影響力を持った黒幕だ。小玉はどんな人に働きかけたらよいのか、次の通産大臣になりそうなのは誰か教えてくれた。日本の大臣はよく変わるので、特定の大臣と親しくなってもダメである。小玉は私の国務省だった。ロッキード社にとって P3C の売り込みは社の命運をかけたものだった。ベトナム戦争終結の影響で赤字経営に陥っていたロッキード社。起死回生の一手が P3C だった。ソ連の原子力潜水艦を探査するために作られた対潜哨戒機 P3C。 当時最高峰のコンピューターを搭載し、潜水艦の位置や機種などを高い精度で特定できるとされた。売り込み先として最大のターゲットは日本だった。しかしこの時、日本では対潜哨戒機を国産で開発する計画が進んでいた。こうちゃんは日本での対潜哨戒機の国産化の動向を気にかけていた。小玉を通じて情報工作を行っていた。同じ頃、別の軍用機を日本政府が自国製造することに決めて、開発した結果、金がかかりすぎるということだった。対潜哨戒機の自国製造についてもコストの点で疑問を持つ空気が出てきたので、小玉も政府や財界のいろいろな人に P3C を買うことの方がいいと勧めてくれた。こうちゃんへの尋問によって、P3C と小玉との関係に密かに迫りつつあった特捜部。しかし小玉側も捜査が及ばないよう早い段階から手を打っていたことが新たに分かった。裏社会の事情に通じた人物を何人も介して、ようやく児玉をよく知る人物にたどり着いた。よし。日吉修司。多くの企業の株を持ち、事件当時児玉が経営する企業の役員を務めていた。自称右翼の男がセスナ機で児玉邸に自爆攻撃した時も現場に駆けつけていた。私が行った時はまだ飛行機が庭先突っ込んでね、それで操縦してたなんとかさんっていうのがね、特攻隊に回ってこのままうつ伏せでね、死んでるやつをチラッと見た。これまで
ロッキード事件について他人に話すことはなかったという日吉。事件当時の記憶を初めて語った。これが天下の子供の教えだと思ってますよ。もう直立して緊張してましたよ。それはやっぱり日本のためにね、国士ですからね、何かことを起こすのにはやっぱり資金がないとね、必要だったんじゃないかなと思う。日吉は事件発覚直後、児玉の秘書から急遽呼ばれたという。そして段ボール5箱分の書類をすぐに焼却するよう指示された。これやっぱりロッキード事件と絡んだ書類ぐらいを思ってますよ。伝票みたいなのもあったし、いろんな食べてある書類もあったし、そんないちいちでこう見ながら、これは焼いていいのかな、それはやらない、私意外と忠実だから言われたらプッと見て焼いちゃうからね。ただ燃やしてる中チラチラっとね見える中では英語のものもあったと思うし、このことは児玉に近い別の人物の証言からも裏付けられた。児玉の通訳としてロッキード社との交渉に立ち会っていた福田太郎。亡くなる直前、取り調べに対し児玉らと交わしたやり取りを語り残していた。アメリカの公聴会で領収書の一部が公表されることになりました。ロッキード社から児玉さんに謝っておいてくれと電話がありました。それは話が違う。私に迷惑をかけないようにすると言っていたではないか。それは否定しなければいけません。先生は知らないと言えばいい。判子と書類は燃やしてしまいます。特捜部の捜査が本格化する前に、児玉はすでに証拠を隠滅していた。結局21億円の行方や P3 シートの関わりについて決定的な証拠を得ることはできなかった。当時こうちゃんの嘱託尋問に関わった数少ない一人、元検事の堀田勉。今でも事件の核心は P3C ではなかったかと感じている。まだ P3C でいろいろあるはずなんだけど、お金を上手に取る巧妙な手口っていうのは、これ証言で、取れてますから、金の使い方とかその辺まではこっちで解明しなきゃいけないけど、それできてない。吉永と堀田ら特捜部の一部は P3C と児玉の関わりの一端をつかみながら、軍用機をめぐる疑惑の構図にたどり着けなかった。それはもう深い、ものすごい深い闇がまだまだあって、日本の大きな政治経済の背後で動く闇の部分に一本光が入ったことは間違いないんだけど、国民の目から見れば検察、もっともっと彼らがどういうところでどんなお金もらってどうしてるのか、そこの
暗闇のところ全部照らしてくれて、そこは悔しいというか申し訳ないというか。小玉ルートでは解明されなかった P3C をめぐる闇、その突破口は全く予想もしていなかったところから見つかった。民間機トライスターの導入をめぐり、田中角栄に5億円が渡ったとされた丸紅ルート。そこからこれまでとは全く異なる事件像が浮かび上がってきた。40年間真相について固く口を閉ざしてきた人物が取材に応じた。坂浩一、丸紅ルートで有罪となった専務大久保利治の直属の部下で、ロッキード社のこうちゃんと直接接触するキーマンだった。俺はこれは俺だから、これこうちゃんでしょ、大久保さんですよこれね。坂は事件当時の事情聴取でも語らなかったある事実を明らかにした。丸紅を通じ田中に渡ったとされた5億円、提案したのは自分自身だったというのだ。木山さんの首相訪問の受けが取れ、部下取れたんならこの際政治献金をしましょうと、これはロッキードから出させましょうという話をしたけど、5億円のお金の話というのは丸紅が書かれてる、こうちゃんから言われたことじゃない。それでこれを大久保さんに話して、これをこうちゃんに言って OK 取ってくださいと。丸紅が田中に5億円を渡すと持ちかけたのは1972年8月。裁判ではこの5億円はトライスター導入を後押ししてもらうための賄賂だったと認定されていた。その2ヶ月後、全日空は正式にトライスターを採用することを決めた。しかし坂はこの5億円には違う意味が込められていたと明かした。実はこの時期、全日空がトライスターを導入することはほぼ決まっていたという。非常に簡単な言葉で言えばダメ押しというか、最後の詰めというかね、 P3 に関することでいろいろ力を注ぎましょうという考えの方が多かったね、多かった。これしかしこれは当時ね、国産で話は済んだから、国産で済んだやつをね、なんとかこれは P3 にならないだろうかという、国産じゃ一つも丸紅には光線は入らないわけだ。P3C になればね、非常に巨額の光線は入るわけです。例えば巨額のもんだから P3C っていうのは。5億円には P3C 売り込みの目的があった。それはロッキード事件の構図を大きく変えうる証言だった。坂の衝撃的な証言は今回新たに見つかったこうちゃんの尋問記録でも裏付けられた。丸紅の大久保はもし大きな取引をしたいのなら5億円は基準レートだと言った。日本は最大のマーケットで、丸紅から今後の販売がダメになると言われると大変だった。P3C の売り込みの問題もあり、
支払わざるを得ないと考えた。田中の周辺でもロッキード事件の本線はトライスターではなく P3C ではないかという見立てがささやかれていた。田中の側近で大臣も歴任した石井はじめ。田中が逮捕された後、アメリカの捜査当局から独自のルートで情報を集め、事件の見立てをまとめていた。印刷へ出すとね、世間にバレちゃうんでね、秘書に手書きさせたんですよ。今も田中が金を受け取ったと信じたくないという石井。しかし、もしあり得たとすれば、トライスター絡みではなく P3C ではなかったか。P3C に疑惑が及ばないよう、何か巨大な圧力が働き、田中一人に罪を負わせたのではないか。石井はそう考えている。軍用機でそういう問題が起こるとね、これはもう両国政府のもろにかばることになるんですよね。国家体制を基本的に揺るがす問題になりかねないんですよね。総理大臣一人の罪というようなことにはいかなくなってくる、きますからね。田中角栄に渡ったとされた5億円。果たして対潜哨戒機 P3C 導入の後押しをするためのものだったのか。もともと国産で開発計画が進んでいた対潜哨戒機。ロッキード事件の発覚直後、一度だけ田中角栄と対潜哨戒機の関係が取り沙汰されたことがある。大原さん、防衛庁の久保事務次官の会見で田中角栄の名前が出ました。行こう。事件発覚の5日後、防衛庁の事務方のトップが対潜哨戒機の国産化計画を田中らが中止したと発言した。しかし発言はすぐに取り消され、それ以上報道されることがなかった。何があったのか。対潜哨戒機の開発計画が立ち上がったのは1970年。国内の一部には自主防衛のため様々な装備を国産で賄うべきだという声が高まっていた。佐藤栄作政権の防衛庁長官で国産化計画を主導した中曽根康弘の声が残されている。北海道からいずれは沖縄に至るまで通常兵器による局地戦に対しては日本独自で守りきると、そこまで我々は進むのだと。占領されて以来相当多くの基地があり、必要でないものは自衛隊が使うとか民間に返すとかして、この終戦以来の問題も大掃除する時期に入ってきたと思うのです。国は対潜哨戒機開発のため10億1000万円を計上。実現に向けて本腰を入れ始めていた。どこに誰が落ちる、その方向も探知したい。海上自衛隊の元幹部で対潜哨戒機の開発に携わった中島又雄。その身を聞いて政治家がどこにおるかを。国産化の動きが加速する中、現場の士気は高まっていたという。
やっぱり物は国産して、いつでも国の国内のメーカーから取り寄せることができるということが一番安心な、あるいは運用としては能率が上がるわけですね。それまで輸入ですからね。防衛サイドから見れば、やっぱりアメリカのやつを買いたいという気持ちは十二分にあったんですよね。しかし水面下でそうした国産化の流れを止める働きかけがアメリカ政府からあったことが初めて明らかになった。当時ニクソン政権の国防長官だったメルビン・レアードが電話での取材に応じた。防衛庁長官の中曽根に対しアメリカの P3C を輸入するよう求めたという。Hello, good afternoon, Mr. Melvin Laird. You talked to Mr. Nakasone about the military airplane, P-3C. Do you remember anything about it? Well, he was disappointed. My problem first with Nakasone. I tried to get him to share in the research and development costs of the airplane. And if they were made in Japan...He would not agree to that, and Japan would have to go a long ways to develop it because they needed it, particularly in the north. Japan should be our full partner with the P-3 capability. P-3C を輸入するよう迫ったアメリカ。背景には激化する米ソ冷戦があった。当時世界中の海でたびたび目撃されるようになったソ連の原子力潜水艦を日本にも警戒させる狙いがあった。ソ連が新たに開発した原子力潜水艦は桁違いのスピードを持ち1ヶ月以上海に潜る能力も備えていた。P-3C はその新たな原子力潜水艦を捉えるために開発されたものだった。そうした中日本では P-3C 導入に道を開く大きな変化が起きた。田中角栄君を内閣総理大臣に指名することに決しました。1972年7月、田中角栄が総理大臣に就任。対潜哨戒機の国産化を継続するのか、それとも輸入に切り替えるのか、防衛庁や国防会議の意見を踏まえて田中が最終決定を下す立場に立った。田中政権の誕生をチャンスと捉えていたアメリカ。駐日大使から機密の報告書が本国に届けられていた。交渉の相手方のトップとなる田中とはどのような人物なのか。プロフィールや性格を詳細に分析していた。田中の粘り強さと決断力の源は自らの力でのし上がってきたその経歴にあると思われる。彼の大胆さと手段を問わないやり方は終戦直後の混乱からトップに上り詰めたことを反映している。日本では対潜哨戒機の国産化に反対の声も出始めていた。
当時大蔵省の主計局長だった相沢秀之。大蔵省はコストの面から国産化に反対していたという。とにかく日本はその武器輸出をしないということを原則としてましたから、飛行機にしても何しても機数が少ない、少ないっていうことは非常にその開発費の負担が高くなるわけですね。財政上会計なんかにしてもまあ、アメリカの倍以上にはなるじゃないかと言われておったんですね。そういう経費の立場から言って、輸入賛成、国産がむしろ反対で、そういうようなふうに意見が分かれておったんですね。ついにアメリカは大統領自らが日本への P3C 導入を持ちかける動きに出た。ニクソン政権の中枢にいた人物が当時の内幕を初めて明かした。国家安全保障担当補佐官も務めたリチャード・アレン。大統領補佐官だったキッシンジャーの下でニクソンに軍事面での助言や政策立案を行っていた。ある会議でニクソン大統領は P3C を日本に売るべきだと発言しました。キッシンジャーもそうです。私の記憶ではイエスです。大統領のニクソンは当時ロッキード社の本社があったカリフォルニア州を地盤としていた。巨額の献金を受けロッキード社と深いつながりもあった。軍用機をめぐるニクソンやキッシンジャーの密室でのやり取りをアレンが詳細に書き残していた。1972年のノートです。当時は一日中メモを取っていました。田中とニクソンの初めての会談が行われるハワイが軍用機のトップセールスの舞台に選ばれた。 P3C だけでなく E2C という早期警戒機の売り込みも狙っていた。早期警戒機も対潜哨戒機と同様に日本で国産化に向けた動きが進んでいた。会談の際、日本に何を売り何を進めるのか、私たちは大統領のためにリストを作りました。大統領は P3C と E2C をもっと売り込むべきだと言って田中に会った時、実際にその通り行動したのです。1972年8月31日、ハワイで行われた日米首脳会談。これまでハワイ会談では日米の貿易不均衡を正すため日本が民間航空機や原子力発電所などをアメリカから導入することが話し合われたとされてきた。しかし会談の真の狙いは別のところにあったというのだ。キッシンジャーも貿易不均衡のことは全く意に介しておらず、話は安全保障の戦略ばかりでした。田中は航空機の導入に日本で大きな影響力を持っていると私は考えていました。日本の探査能力が向上し
より多くのソ連の潜水艦を見つけられれば、日米だけでなく、その地域のすべての同盟国にとって利益になるのです。ハワイ会談のおよそ1ヶ月後、対潜哨戒機と早期警戒機の国産化が白紙に戻されることが決まった。その決定は防衛業界に大きな衝撃をもたらした。国産の対潜哨戒機の開発を進めていた海上自衛隊の中島又雄。周辺では田中に何らかの働きかけがあったのではという噂が駆け巡ったという。核兵器がハワイから帰ったら途端にこれだったでしょ。えっと思ったわけです。我々は本当頭がぶん殴られたというか面目もなかったですよね。と同じですよね。白紙還元ということになればね、で今まで何のために金使ったんだということ、やはり開発中のやつをねやめるということは一国の最小しかできませんよ。防衛大臣ぐらいでやめることはできないと思いますよ。二つの軍用機をめぐる疑惑、その裏側で何が起きていたのかをうかがい知る捜査資料を入手した。アメリカ政府が P3C と共に売り込もうとしていた E2C、 ロッキード事件発覚の3年後、東京地検特捜部はこの E2C をめぐる疑惑を追及していた。 E2C を製造していたグラマン社、その代理店だった日照岩井の常務島田光弘という人物の取り調べの記録だ。1979年のダグラス・グラマン事件、特捜部は軍用機の疑惑解明を諦めていなかった。ロッキード事件の捜査を指揮した吉永雄介の指示で島田の取り調べに当たった宗像紀夫。島田は宗像に対し軍用機を導入してもらうために政治家に働きかけたと証言していた。次の戦闘機ね、何にするかっていうと決まればあとそこでその何十機何百機って入る。で毎年その要するにメンテナンスもあるし追加もあるしということでものすごい金額になるんですよね。ですからまあどんなフィーを払ってもね、自分の方を入れたいといろんな人を使ってまあやる。 E2C の日本への売り込みが激しさを増していたのは1972年。島田は政治家への裏工作について明かしていた。早期警戒機の国産化計画を白紙化させ、E2C を売り込むため、政府高官に金を渡したという。その金は、会社の帳簿には載らない個人口座から捻出。裏金として処理した。島田は、金を渡したという相手の名前を明かしていた。そこには田中角栄の名前も記されていた。いやこれは大変だと、ロッキードがもう一回事件が起きるような感じだなと。明日さらに詳細を話すと言って取り調べを終えたその夜、島田はビルから飛び降り、
自ら命を絶った。島田は宗像に遺書を残していた。行くのをお許しください。1月31日、島田光弘。遺書には、裏金が当たり前のように飛び交う日本の政財界に対し、怒りが記されていたという。政府高官に様々な働きかけがあったことについては、別の資料からも明らかになっている。しかし、島田の死によって、核心部分は闇に葬られた。この事件は、未完成の事件だと私は思います。重要人物を、取り調べて、途中で亡くなってしまったというのは、私もね、非常に忸怩たる思いがあって、もちろん亡くなった島田さんも沖縄区独だったし、事件が頓挫したということも、非常に残念だったし、吉永特捜部長の目指したところを実現できなかったなという思いはありますね。軍用機をめぐる巨大な疑惑として姿を現したロッキード事件。しかし、なぜ事件の構図は民間機をめぐるものへと変容していったのか。はい、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ロッキード事件当時、三木政権の官房副長官を務めていた元総理大臣の海部俊樹。三木の指示で事件の調査に独自に当たっていた。徹底的に真相を究明して国民の前にこの疑惑を明らかにしなければ。ロッキード社から金を受け取った政府高官の名前を明らかにするため、アメリカ側に資料の提供を強く働きかけた三木。政界の一部からは激しい反発が起きたという。そこまでやらんでもいいという意見が多かったけども、心配して俺のところに飛んできて、トシさん、おやじさんに言いなさい、そんな外国の資料までもらって国内の悪を見せる必要はないよと。指揮権を発動すればそれで終わるじゃないかと。それをやれと。当時の三木のメモが残されていた。事件発覚後の情報を記したものになります。アメリカの独自のルートからも情報を集め、賄賂を受け取った政府高官を突き止めようとしていた三木。田中は核。事件発覚から4日後のメモには田中の名前が書かれていた。自民党の最大派閥を率いる田中に対し、少数派閥出身で政権基盤が安定しなかった三木。ロッキード事件の真相究明は国民の支持を高める絶好の機会だった。アメリカから提供された資料を手がかりに、トライスターをめぐる田中の疑惑が浮上、逮捕へとつながった。しかし、
軍用機 P3C をめぐる闇は残された。解明ができなかったことが多かったのは残念だと思っております。軍用機までそれに関連が持たれると質が変わるから、はっきり言うと我々の手の及ばないところだった。アメリカ側でも軍用機 P3C の疑惑を隠蔽するため水面下での工作が行われていたことが新たな資料から明らかになった。事件当時駐日アメリカ大使を務めたジェームス・ホッジソンからアメリカ政府に送られた極秘報告書。ホッジソンは駐日大使になる直前までロッキード社の副社長を務めていた人物だ。極秘の報告は確認できただけでも13回。日米関係が破綻しかねないという強い危機感が随所に現れていた。ロッキード事件発覚の5日後、疑惑の政府高官名やその証拠を探る情報戦の舞台は今ワシントンに移っている。ワシントンでこれ以上の情報が発覚しなければこの問題をすぐに沈静化させることは可能だ。このままうまくいけばダメージは日本側の閣僚ら数人の辞任だけで済むだろう。その9日後、日本で初めての検察首脳会議が開かれ、アメリカ側が握っている資料の提供を促す方針が決まった。するとその2日後、P3C 導入への影響を危惧する報告があった。ロッキード事件によってこれまで進めてきた P3C の導入が全て台無しになってしまう。深刻な事態だ。今の時点で取り得る最善の方針は P3C に関して極力目立たないようにしていくことだ。その同じ日、日本側からホッジソンに対しての非公式の働きかけがあったことも報告された。総理大臣の三木とは別のルートだった。アメリカ政府にはこの件に関して慎重に考えることを望みたい。我々の考えでは名前が公表されれば日本の政界は大騒動になり、我々はその状況を制御できなくなるだろう。最善の方法はアメリカ政府が疑惑の政府高官名が入った資料の引き渡しを可能な限り遅らせることだ。この2ヶ月後、三木が期待を寄せていたアメリカ側の資料が日本に提供された。そこにはトライスターと田中をつなぐ手がかりが記されていたが、 P3C に関する資料は一切なかった。事件によって P3C 導入をめぐる秘密裏の交渉が表に出ることを恐れていたホッジソン。やがてホワイトハウスに安堵感を示す一通の電報が届けられた。ロッキード社が日本の政府高官に賄賂を渡したという幹部たちの告白は日米双方にとって試練となった。もし三木首相の求めに応じて
資料を全て提供していれば政治的な同盟さえも失っていたかもしれない。ロッキード事件発覚の翌年、アメリカから P3C の日本への導入が正式に決まった。日本は P3C を購入し続け、これまでに100機が導入された。総額は1兆円を超える。今や日本はアメリカに次ぐ世界第2位の P3C 保有国だ。まもなくアメリカでは P3C が引退し新型機に切り替わります。日本が世界最大の P3C 保有国になるのです。ロッキード事件にアメリカ政府の軍事戦略が関係していたことを明かした元国家安全保障担当補佐官のリチャード・アーレン。日米の交渉の場で何度も相まみえた田中角栄について、その印象を次のように語った。 He was what you Japanese call shitetaka mono, tough guy. 事件から40年、当時軍用機導入を迫ったアメリカの狙いを初めて言葉にした。日本が我々の軍用機を購入すれば、私たちは懐を痛めることなく日本の金で我々の軍事力を増大することができます。加えて私たちが望んでいた日本の軍事的役割の強化にもつながるのです。田中角栄に渡った5億円には P3C 売り込みの目的があったと初めて証言した元丸紅の坂浩一。巨額の金が飛び交う軍用機ビジネスの不条理な世界をこう書き綴った。自民謀領。P3C というのは対策っちゃおかしいけどね、おまけにはおまけのね、こうお菓子とかさ、森の中のお化けの中でね、そのお化け対策をしながら活動をするというのはくたびれることですよね。決まりそうだ決まりそうだ、万歳万歳って言ってダメなんですよ。決まりかけが一番怖い。地味毛量が暴れ出すのは決まりかけなんですよ。アメリカの砂漠地帯にある軍用機の墓場、役目を終えた200機を超す P3C が放置されている。この軍用機をめぐる日米の思惑の果てに、ロッキード事件の知られざる真実が横たわっていた。田中角栄逮捕という熱狂の陰に埋もれていった軍事と金の巨大な闇、そこから浮かび上がってきたのは真実を覆い隠していく国家の姿だ。